では今日の微積分の授業に入ります。で、前回はこの重積分の変数変換ということの、仕組みについて説明いたしました。で、ただしその、変数変換の例題がいくつか大事なものを残して終わってしまっていたので、今日はその変数変換のその公式の例の紹介から始めたいと思います。教科書で言いますと、203ページのセクション 5.9 の変数変換の公式の例ともこうリンクしながら進めます。まず最初に挙げますのが、多分皆さん演習の授業でもすでに扱ったかと思いますが、極座標変換です。で、これはこの授業でも何度か出ておりますので、大体多くの人は覚えているかと思いますけれども、x をコサイン r コサインシータですね、それから y を r サインシータで置くというものです。で、r は0以上の実数で、θは実数とします。で、この時の一応ヤコビアンを確認しておきますと、一応このような記号で書きますが、これが実際には何だったかというと、行列式ですね。行列式で成分は、dxdr、いいのか。dxdθ。となっておりまして、で、実はこれちょうど先ほどのその小テストに出ていた問題なんですが、先ほどの小テストに出しましたので、一応皆さん自分自力で大丈夫、計算できると思いますけれども、結論としてはこれ R になります。ここの中は各自で埋めてみてください。で、そうしますと、この積分の重積分の際のその単位面積というのが、xy 変数 x を xy から rθ に変換したときに、このヤコビアンの絶対値がかかってきますので、r の絶対値がかかりますけれども、今の問題設定では R は0以上としておりますので、最終的に R の絶対値を外しても同じ意味を持つということが分かると思います。
まずはこれが極座標変換の際のヤコビアンで、で、一応例題としまして、まあ非常に単純な例ですけれども一つ順位やってみましょう。まあ人によってはアホ臭い問題かもしれませんけれども、一応円の面積もちゃんと重積分で計算できますから、一応復習しておきます。こうですかね。で、積分の領域 D を表しますと、この半径 A の円周とその内部ということですので、まあ、XI 平面で表しますと、これが X2 乗プラス Y2 乗が、まあ、A2 乗以下の条件を満たす範囲となります。で、これに対して、その、以前その重積分の定義をやった際に、その積分領域の面積を μ という記号で表しておりました。μ の d と書いて、この d リーマン積分でいうその d の面積を表しますけれども、そうしますとこの面積っていうのはその d の領域で定数1をこう積分すれば出てくるというわけですね。で、これをその極座標ではどう表すかということなんですが、この D の領域を極座標で表しますと、これまあ領域の名前を E と置きますけれども、 R と θ を持っていまして、で R がその円の半径を表すわけですね。そうすると、まあ R は0から A の範囲と、それからまあ、θ はこの x 軸とそのこの半径 A の円周上の点がなすとその原点を結ぶ直線線分との角度ですので、これをこう原点周りに一回転させますから、θ の範囲は0から 2π の範囲ということになります。で、一応この E の領域をの図で表しておきますと、まあ、横軸に R を取って縦軸に θ を取れば、こんな感じですかね。R の範囲は0から A。それから θ の範囲は0から2π と。ですので、今考えている極座標変換ですと、その、この長方形を、rθ の平面上では長方形を、これ、xy 平面上での円に、円盤に移すという形になります。で、そこで、今度は極座標でこれ、変数変換して、まあ、面積を求めるわけですね。そうしますと、
と、まあ、仮にこれ重積分のその類似積分の順番として2通りの順番を取ることができますが、まずその R から先に積分することを考えますと、ヤコビアンに R が出てきますので R をまず0から A まで R で積分するということになります。で今度はこれを0から 2π まで θ で積分するということになります。なんですけれども、実はこの積分ですね、教科書にはこれと同じ問題ないんですが、似た問題がありまして、今、この θ の範囲で積分してみますと、その積分の領域が長方形ですので、変数分離形といって、変数ごとにこう積分を積に分けることができます。でこれを実際に分けますと、0から A までの R の積分と、それから0から 2π までの定数関数1の積分に分けることができます。ここですね。で、あとはそれぞれの積分を1変数関数の積分として計算すればいい、計算して積を取ればいいわけです。ちょっとこの辺見づらいですかね。そしたら、どこ行こうかな。じゃあすみません、ちょっとこの、もう少し見やすい、1枚目の一番下までちょっとワープしますけれども、そうしますと、R に関する積分が、の結果が2分の A2 乗と、それから、θ に関する積分の結果が 2π ということで、まあ、πa にしようということで、まあ、皆さんがよく知っている、こう、円の面積の公式通りに、こう、面積が計算できるというわけです。まずはこんなところですよね、小手調べで。で、もう少し、あと、そうですね、もう、若干また単純、簡単ですけれども、またちょっと、例をやりましょう。今例題の1番目ではその円の面積をやっちゃうんで、今度はちょっと球の体積を求めてみましょうということで、またこれもまあよく知っていると思いますが、同じように計算できることを示します。で、この例題で考えるのは、その、まず XYZ 空間ですね、ユークリッド空間 R3 を考えて、そこで、その原点を中心として、半径が R の Q を考えることにしましょう。原点中心で、あと半径が A ですね。で、そのこの Q を、まあ実際にこの Q を表す集合を求めてみますと、XYZ の点の集まりで、
x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗が、まあ、a の2乗以下で抑えられるような、そういう点、xyz の点を満たす xyz の点全体を考えます。で、今図にはですね、その Q のうち、その Z が正の部分の半分だけ書きました。で、それは、そのなぜかというと、その、今、積分しようとしている関数は、何かというと1なんですね。そうすると、どこでも1っていう関数を積分しようとしています。値が1っていう関数を。そうすると、どこでも1っていうことはですね、この例えばこの球面、この今考えている球をその xi 平面でスパッと上下に切れば、あの xi 平面よりも上の部分だけ計算して、でそれを2倍すればその元の球の体積になるわけですよね。で、これは今はどうしてできるかっていうと、その今考えている積分しようとしている関数が体積を求めるためにはその密度を積分するんですけれども、その密度はどこでも等しくて1だっていうふうに仮定してますから、そうするとそういうのは関数の対称性が成り立つと言います。対称性が成り立つと言います。例えば、この球面の上半分と下半分では体積が等しいという、関数も等しいですが体積が等しいということが言えるので、ここでは、Q の対称性から Z が正の範囲ですねの体積を2倍すれば元の Q の体積が求まるということが分かると思います。で、この集合のうちですね、この z が0以上の範囲っていうのは、結局、これ、z について解きますと、z イコール、a2 乗マイナス x2 乗マイナス y2 乗というふうに、いう形になりますので、そうすると、その非積分関数としては具体的に、どういうふうにも積分求めるかっていうと、これっていうのはこの球面でないな、この円周上、この円周上のもうちょっと整理して説明しましょうね。これっていうのは何かっていうと、まずこの球のうち xy 平面で切り取った切り口を考えます。そうすると xy 平面で取った切り口っていうのは半径 a の円になるわけですね。そうするとこの半径 a の円内でこの球面のこう高さ、この座標 xy のところでのその球面の高さっていうのが a2 乗マイナス x2 乗マイナス y2 乗になるわけですね。そうすると、この半球面のその体積を求めようと思ったら、この円の xy 平面上の円の内部と周上で、そのちょうどこの半球の覆いになる分の高さだけの、そのまた豆腐ですけれども、豆腐を考えて、それをどんどん加えていけばよいということになります。どうでしょう、体積の、求め方の段取りが分かりますでしょうか。ちょっとまだピンとこない人どのぐらいいますか。ちなみに、はいはい、今ですね、その求めようと思っているのはまた豆腐なんですけれども、こういう
半球型の豆腐の体積を求めたいと。でそれをどういうふうに求めるかっていうと、まあ、積分で求めるんですけれども、この半球型の豆腐をこう細かく縦横にこう刻むわけですね。そうするとそれは何を意味しているかっていうと、この底面の球、あ、円ですね、底面の円というのがあります。あ、円盤というのがあります。XY 平面上での半径円の円盤があって、でそこで、この一つ一つのその球球を分割したような細かい拡張ですね、それをどんどん加えていくという形で、この半球面の体積、半球の体積が求まるということになります。そしてその形でこう少しずつこの半球からですね、この微小な直方体を切り取るためには、与えられたこの円内の XY という点に対してこのドームの高さがどのくらいになっているかということを知る必要があるわけですね。でドームの高さはどこから求まるかっていうと、この、球面の球を定義する式からですね、これを Z について解くと Z イコール、こうだというふうに出てきます。ですのでまずこの半球、球面っていうのは、まずどこで積分をするかというと、この XI 平面上で、まあ、半径 A の円の円と円周とその内部で積分するんですけれども、でこれで、この高さですね、この高さを形で積分すると、まずこの上半分の球が求まるわけです。で最終的にはこれ下半分の球も求めなければならないんですが、下半分の球の体積っていうのは実は上半分の球の体積とそっくりそのまま一緒ですから、これを2倍すると、そうするとこれが求めるべきその球の体積を求めるための積分の計算になります。ここまでいいでしょうか。大丈夫そう。はい、で、今度はこれでまた先ほどと同じようにその極座標変換をしましょうとですね。前と同じようにその x を r コサインシータと置いて y を r サインシータと置く、その極座標変換を行いますと、この与えられた積分の式が、そうか、積分領域などはその先ほどの例題1と同じように、この E ですね、この E の範囲での積分になりますので、そうすると R の積分の範囲は0から A までで、それから θ の積分の範囲は0から 2π までとなります。でそこで θ の積分範囲を外側に書きまして、先にR の積分範囲でこう積分を行うということにします。で中はこの A2 乗マイナス、ここから先はその X に R コサインシータを代入して、それから Y に R サインシータを代入しますので、代入します。R コサインシータの2乗マイナス、R サインシータの2乗と。で、
こっち来て、まあ、ヤコビアンがかかりますね。 R 倍されて、まあ、DR で DC だという形でこう極座標変換にこう変数を変換した積分の式が得られます。であとはこれをずん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 計算していくわけなんですけれども、まずこの混合の中なんですが、この R コサインシータの2乗と R サインシータの2乗をこう展開して加えますと、サイン2乗シータとコサイン2乗シータの和が1ですから、A2 乗マイナス R2 乗となりまして、それに R 倍の DRD シータということになります。で、実はこの積分もですね、先ほどと同じように変数分離をすることができます。積分範囲は見てみますと、その、R の範囲が0から A、セータの範囲が0から 2π とこう領域で図で表すのは区形の領域になっていますので、これもやはり R に関する積分とそれからセータに関する積分の積に分けることができます。実際に分けますと、 R に関する積分は0から A まで R 倍のルート A2 乗マイナス R2 乗ですね。それからシータに関する積分は0から 2π まで、これは1を積分することになります。場合によってはこれ1は省略しても構わないと思います。で、じゃあそれぞれの積分を計算しますけれども、まず簡単なのはこのシータの方の積分ですよね。0から 2π まで1を積分すれば、これ当然、2π ですよね。で、問題は、この、この部分ですね。R に関するこの積分の計算になります。で、これはどうやってやって、だか皆さん覚えていますか。まあ R の関数の平方根が出てきていますので、これ一変数関数の合成関数の積分を使う必要があります。ということで、じゃあここのこう積分の詳しい内容はちょっと皆さんで復習がてら後で各自やってみてください。一応講義ノートには書いてありますので、もし自信がない人は後でこっそり見られるようにしておきます。で、一応まあ計算を点々点々とやりますと、最終的には、3分の A3 乗というのが出てきまして、こういう形になって、3分の4か、ごめんなさい。3分の 4πa3 乗という、そのまあ皆さんよく知っているその球の体積が導かれます。ここまでいいでしょうか。じゃあ次に進みましょう。一応今ですね、重積分の際の変数変換として極座標変換の例題を2台挙げました。で、
次に挙げますのは、まあ、極座標変換と同じぐらいこうとしばしば用いるものとしてアフィン変換というのを挙げておきます。実は先週の授業の前にこの黒板の前にあります黒板消しクリーナーをちょっとフィルターを水洗いしました。すごく目詰まりしていて最近全然こうガーッとやってもチョークの粉が取れなかったんで、先週水洗いして、で水洗いした直後はそれほど性能変わっていませんでしたけど、1週間経ってフィルターが乾いたらしく、だいぶきれいに消せるようになってちょっと嬉しいですね。で、このアフィン変換はどういうものかというと、X が AU プラス BV プラス t の x、 それから y が acu プラス dv プラス t の y というものでして、で、a と b と c と d とそれから tx と ty は全部実数としましょう。で、この式って多分皆さんどっかで見かけた式にこう似てると思いませんか。全く同じではないんですよね。ちょっと違うんですけども、なんとなく似てる気がします。で、まあ、それを見るためにこれ実は行列とベクトルを使って書くことができまして、同じ意味のことを書きますと、まずこの最初の2項ですね、 AU プラス BV とかそれから CU プラス DV の部分はこんな形で行列 ABCD とそれからベクトル UV の積として書くことができます。で、これは線形代数で皆さん見たことがあるでしょう。で、ただし今回はそれに加えて tx と ty というベクトルを加えた形になっております。で、実はこのアフィン変換はですね、まあ、代表的なものとしてその以下のいくつかのその変換を行うことができます。で、一つは図を入れて書いていきますけれども、一つは拡大縮小でして、まあ、これを図に書きますと、例えば、元はその単位正方形だった図形をですね、まあ、こんなふうにこう拡大する、もしくは縮小するということができます。で、次に、まあ、上がる代表的な図形の変形としては、線段と呼ばれるものです。線段というのはどういうものかというと、まあ、こういう元の図形に対して、この x 方向に定数倍、y 方向に定数倍するような、まあ、いわばその平行四辺形にですね、こう一般には平行四辺形に変形するの変換を線段と言います。で、線段ってでもちょっと言葉の意味がなんで平行四辺形にするのにその
こう切るという意味の断っていう言葉を使うんだっていうふうに疑問を持つ人がいるかもしれませんが、皆さんそのハサミありますよね。ハサミでこう紙を切る時のハサミの動作をちょっと考えてみてください。ハサミっていうのはこう2枚の刃がこう上と下から来てですね、で例えば紙を切るならその紙をちぎるような形でこう切るわけです。で紙をちぎろうとするときにその例えばこれをその何でしょうね、こう横にして見てみますと、その紙の一方をこう上に押し上げて、でもう一方を下に押し下げるという形でこうずらす形で切るっていうふうに見えると思います。多分そういう言葉が反映されているんだと思います。で次に挙げます代表的な変換として回転があります。回転はこれは皆さん容易に想像がつくと思いますが、まあこの図形をですね、その位置関係を図形内部の位置関係を変えずにこう原点周りにある角度だけ回転させるというものです。で最後にこのアフィン変換でできる代表的な変換として平行移動があります。でこれは、まあ、図形の大きさですね、大きさを変えずにそのまあ平面内でこう別な場所にこうずらすというものです。さて、ちょっとここで皆さんに問題なんですが、この中でその線形変換もしくは線形斜度でないものが一つだけあります。ちょっとこれ線形代数のテストみたいですけれども、この4つの変換の中で線形斜度でないものが一つだけあります。それはどれでしょう。1番拡大縮小、2番旋断、3番回転、4番平行移動の中からちょっと多数決を取りますので、これだと思った人はちょっとそこに手を挙げてください。じゃあ1番の拡大縮小が線形斜度ではないと思う人、はいはい、約2名はい、じゃあ次に2番の旋断が線形斜度ではないと思う人、7、8、9、10、約10名。はい、次に3番の回転が線形変換でないと思う人、1、2、約2名。4番の平行移動が線形変換でないと思う人、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、どうも、約8名。じゃあ最後にこれを用意してきました。これの人、ちょっと分かんないなっていう人はい、分かりました。実はですね、正解はこれです。さあ、じゃあ正解はこれですって言った時に、じゃあなぜその理由を答えられる人いますでしょうか。その dx dy のところで行列の形で表すことは、まあそうですね、そうですそうですそうです、はい、 OK ですね。でこの平行移動がその線形斜度でない理由をちょっと今説明してもらった通りなんですけれども、そうですね、まずは平行移動は実はこの項なんですね。このベクトルを定数のベクトルを加えている項なんですね。で、これって皆さん習った線形斜度には現れていなかったベクトルです。で、もう一つの説明は、線形斜度の定義からも、性質からも述べることができます。もともと、例えば、この F、どうしようかな、F の、
X、これがもし線形写像だった時っていうのは、その線形写像の定義、皆さんちょっと思い出してください。確かベクトルのワトスカラバーについてこうなんか性質がありますよね。どういうものだったかっていうと、ベクトル X をベクトルとして α をスカラーとした時に、これを F で F が線形変換だ、線形写像だったら、これを写したものっていうのは F を X を F で写したものを α 倍したものに等しいと。だからこのスカラーは外へ出せるっていうことをやったと思います。で、そうするとこれについてその何が言えるかっていうと、この α を0と置いてみましょう。α は0と置く。そうすると、これなんかベクトル、0ベクトルですね。で、右辺はどうかっていうと、0かける F の0なんですけれども、まあ、当然0なわけです。そうすると、線形写像っていうのは、この原点は動かさないっていうことが要請されるんですね。わかります？線形写像では原点は動くことはありません。ここ、他の見て持ってやってわかるように、拡大、縮小、旋断、回転では、原点は動いてないということに注意してください。で、それに対して、この平行移動だけは、この原点が原点じゃないところに動いてるわけですね。そういう写像の子は線形写像ではありません。そういう見方も、そういう示し方もできます。ということで、まあ、ちょっとだけ、ちょっと線形写像の復習をしました。で、ちなみにもう一つ、そのアフィン変換の表し方についてもう一つ豆知識を説明しておきますと、先ほどの書き方では、その行列とベクトルの積にベクトル定数のベクトルのを加えたものという表現ができていたんですけれども、これをもうちょっと表現を工夫して、3次元のベクトルを使って表すと、そのベクトルと行列の積だけで表すことができるようになります。それをちょっと今示しますね。3次元の xy の下に1というベクトルを持ってきます。で、そうしますと、まあ、ABCD はこの上に置くんですけれども、まあ、その脇にですね、TXTY1 と加えて、で、あと0で埋めると。で、これに x と y と1をかけた形にします。ああ、ごめんなさい。u と v ですね。ごめんなさい。こう u と v でした。u と v に1と1を入れると。そうすると、実は、まあ、展開してみれば分かると思いますけれども、ちょうど上の式と同じような変換を得ることができます。まあ豆知識ですけれども、あと実はこの行列の変換というのは、コンピューターグラフィックスにおいて、いつも用いられている変換です。ですので、CG でそのアフィン変換を表現する際には、この形式の行列を使うのが普通とだそうです。ので、まあ、まあ、ちょっと興味のある人はちょっと見ておいてください。で、じゃあそれを踏まえて、そのアフィン変換を行った際の、その重積分の変数変換の仕方について例題をやっていきますが、これは例題の 5.13 というのがあります。教科書で204ページにありますので、まあ、それを見てみましょう。
まず、D としまして、まあ、XY 平面上の点で、X プラス Y が0から1の範囲と、それから、X マイナス Y も0から1の範囲と、そういう領域を考えます。でちょっと時間がそうですね、ちょうど前半の終わりに差し掛かってきましたね。でちなみにちょっと皆さんに聞きたいんですけど、この D の、領域を図示してみてください。そうじゃあそんな感じで。ちょっとすり替えてみてください。はい、ということで、ここでチャイムが鳴りましたので、それでは皆さんですね、そのまだ図示が終わってない人は次の後半の開始までにちょっと考えてみてください。じゃあとりあえずこれから休憩に入ります。